皆さん、こんにちは。今日は2023年2月8日水曜日です。今日のテーマは、北朝鮮の食糧危機、チェコの地震、中国のコロナの状態について話をしたいと思います。ニュースという形で放送したいと思います。一つ、2月7日でした。オーストラリア貿易長官フェレルさん。 と、中国の貿易長官、ワンさんですね。テレビ、会談をしました。米国はこれから全面的ですね。貿易再開するについて話をしました。フェルルさんは会談後ですね。オーストラリアで記者会見開催して話をしました。これから北京への訪問ありますというふうに話をしました。北京に行って最終確認をして、 契約しますと言いました、また、アルバニージ首相ですが、今年、北京への訪問も考えていますと。これでわかるのはですね、習近平はオーストラリアに力を入れて、外交の孤立の状況ですね、突破したいです。オーストラリアにすればですね、中国はものすごい大事な貿易相手なんですよ。 輸出相手国ですね。ランキングは中国はトップワンです。中国は33.5%。2番目は日本です。14.6%です。3番目は6.6%です。韓国です。そして輸入相手国ですね。中国は相変わらずトップワンです。22.9%です。アメリカは10.8%です。日本は7.5%です。なので中国はですね、 オーストラリアにとってはものすごい大事な貿易相手ですね。2番目と3番目、合計合わせてもですね、中国には及ばない状況ですね。そして中国にすればですね、オーストラリアだけではないんですよ。太平洋諸国ですね、への影響力を出していきますので、オーストラリアはいつも邪魔しますので、それをですね、邪魔してほしくないという意味ではあります。ただしですが、旅国はこれから貿易は 成長となってもですね、以前のように、そういうお互いの関係は元に戻ることはないでしょうと私は思いますが。次ですね、北朝鮮はですね、本来であれば年に1回あるかないかですね、労働党大会が開催します。中国の共産党大会のような形ですね。2ヶ月前に開催しましたが、今回はですね、また開催しました。原因は食料不足で、 みんな大変です。北朝鮮にはですね、ケーソン工業特別区域というものがありますので、という地域があります。韓国側の企業はそこに進出していますが、現在ですね、現地の中国人の話ですが、情報を聞きました。毎日ですね、数十人貸死する方は出ています。一部はですね、貸、ま、し、あ、あかどうかはわかりませんが、投資、 現地は寒いですので、そして、えー、そうですね、自分からもう行きたくないっていう人もいるんですよ。やはりですね、これに関して非常に厳しい状態ですね。キム・ジン総書記は食料危機に対してそういう対応を指示出しました。最初はですね、部下は問題ありませんと報告を受けて、でもですね、信じないと言って、2回目ですね、自分の部下ですね、信用できる部下を現地に派遣して、 返事はですね、やはり状況は大変ですよと。1日だけで毎日ですね、数十人貸しするんですよ。その情報を聞いてすぐに対応しますと。命令を出したんですが、食料品の価格ですね、半額にしましょうと。北朝鮮は中国以前のように、あの、価格ですね、値段は全部国が決めるんですよ。なので半額にしましょうとなったんです。しかしそれでも改善できませんでした。 ケーソンという地域ですが、北朝鮮の中でですね、最も裕福な地域だと言えますので、まあ、外資系の会社ですね、多いんですが、それでもこの状況ですっていうようなイメージですね。まあ、しかしですが、食料価格を半額にしてもあんまり意味はなくて、それでも高いんですね。買えません。そして、物がないんですよ。食料品が。 最後ですね、無料で分配しましょうと指導したんですが、でも食料がですね、ないのが問題ですので、やはり改善はできません。そして対応する方法ですが、全国で食料の寄付ですね、呼びかけていますが、例えばこの地域はガチする人まだ少ないので、寄付しなさいという意味です。これはですね、愛国食料の寄付と言いますが、キャンペーンですね。そして各官僚に対して、 食料の寄付も呼びかけていますが、でもあまり効果はないですね。韓国側はそういった予測ですね、公開しました。2021年、北朝鮮はですね、50万人から150万人合死したでしょうと言っています。そして2022年、去年でしたが、まあ、コロナの影響もあり、気候の影響もあり、 北朝鮮はですね、さらに収穫の量は減りました。なので、合宿する人はきっと多いはずですね。本来はですね、韓国側はそういったシーンですね、したいという気持ちはあると思いますが、 しかしですね、最近北朝鮮側の挑発ですね、ミサイルは発射しますし、核兵器の開発、製造もしますし、砲弾もいっぱい発射しますし、無人飛行機を飛ばして韓国のソウルまで飛んできたし、そういう状況ですね、やはり支援するっていう声はあんまりないのが現状ではありますが。 そして北朝鮮側は、自分の GDP の20%ですね、軍に投資していますので、自分の農業、そして水力ですね、の投資は一切ありません。なので、自己自得ではないかという声はあるんですよ。また、北朝鮮はですね、ロシアと合意していましたが、既婚者ですね、男性300名から500名、ウーフライナのドンバス地域へ派遣することについて合意しました。 現地で工事をしますと。参加する人はですね、主に軍人さんなんですよ。しかしですが、現在は中止したと聞いておりますが、やはりロシアはあまり良くないですね、状況は。次です。3。トルコの大地震ですね、死者は合計、まあ、5000人超と言われていますが、報道されています。そしてシリア側もですね、5000人超だと言われていますが、 ま、救出隊員ですね。私はそういった情報を収集したんですが、まあ、動画も見ましたが、救出隊員は現地で救助活動していたんですが、うん、活動していた最中ですね、余震が起きてしまって、まあの、瓦礫の下にですね、埋められてしまいました。そういう非常に危険ですね。まあ、日本はですね、赤十字社から2000万円出しました。まあ、救助活動資金を出しましたが、 そしてシリアは1000万円とト,トルコは1000万円ですね。ずつで合計2000万円です。そして日本の政府は6日の夜ですね、国際緊急援助隊を現地に派遣しました。戦闘隊員は18名ですね。あの、気をつけてほしいですね。現地での活動はものすごい大変ですね。余震が起きるとですね、救助活動は本当に危険なんですよ。 そして、台湾側はですね、本当に素晴らしいんですが、あの、中国よりですね、あの、戦闘隊ですね、40名派遣しました。犬3匹でした。そして、2回目の派遣はですね、90名派遣しました。犬は2匹でした。台湾は発表しましたが、当時ですね、台湾には9.21大地震があったんですね。トルコ側の活動に感謝すると、今でも覚えていますので、恩返しをしたいですと。 というふうに発表しました。そして、トルコの地震ですが、朝の4時17分。朝ですね、多分みんな寝ていると思いますが、地震が起きて、2回目はですね、午後の13時24分でした。また大きな余震が起きました。あるいは地震ですね。震源地が違いますので、トルコ側とシリア側で起きていました。まあ、国境線と言いますが。これは大変ですね。まあ、現地の情報ですが、 この建物ですね、上から下まで垂直の形で潰れてしまいました。救出活動は困難ですね。余震も続いていますので、救助活動はします。でも余震が起きてしまうと危ないんですね。でも救出活動はしないといけません。これはですね、非常に無盾な関係ですね。1999年、トルコ大地震があったんです。それで2004年、耐震法律というものを作って、 中古の物件を補強しましょうと、新築物件の耐震レベルですね、上げましょうとなったんです。しかし、今の話ですが、建物はあんまり良くないではないかと言われていますが、そして、トルコの気温ですね、2月の平均気,気温でしたら、最低で8度、最高で14度のはずですが、地震の前の日ですね、雪が降ったんですよ。降っていて、 ゼロ度に近いんですね。0度ですね。なので、救出活動はものすごい高難でしょうと思います。そして、トルコの経済はあんまり良くないですね。利下げをして、物価は高騰しているんですよ。そして、トルコの横ですが、シリアも実にですね、もっと大変なんですよ。長年の内戦で、経済がもう全然ダメです。そして、地震の前ですね、カクランという病気ですね、流行っていたんですよ。 シリアですね。現在数百万人ですね。テントですらない状態ですね。そして向こうも寒いんですよ。トルコはですね、まだヨーロッパからそういう支援を受けたりはできますけれども、シリアとなってくるとですね、実に結構大変なんですよ。シリアとトルコの関係は良くないんですね。なので、どちらに支援するのかは、やはり、まあ、 まあそういうのが状態ですね。本当に厳しいんですね。シリアの方がもっと大変なんですよ。まあ台湾側もそうですが、活動していてですね、非常に素晴らしいと思いますが、中国はですね、一応は電話しました。大丈夫ですかと聞いただけですね。何もないんですよ。中国は何もないんですね。しかしですが、トルコはですね、やはり、まあ助けてくださいと、国際社会にですね、向けて助けを呼びかけていましたが、 やはりですね、素晴らしいと思います。これは普通ですね。中国政府はですね、絶対そのことをしないんですよ。自分のやりますから。来るなよと言います。やはり自分の秘密ですね、たくさんありますので、中国に入ってきてですね、そういう内部の無茶苦茶の状況ですね、バレてしまうんですよ。バレてしまうのが嫌ですから、外国に来てほしくないんですよ。外国に来てですね、見てほしいのが上海とか新鮮ですね。というようなイメージです。 次です。3. 日本の自民党と台湾の民進党ですね。2月23日予定としては外務長官東国防長官2プラス2の会談する予定です。まあ、台湾で行いますが、これはとても大事な会談ですね。お互い防衛の強化、そして CPTPP の参加、そして WHO への参加もという話題ですね。されますが、今回は2回目なんですよ。 前の2プラス2の会談は2021年の8月でしたが、当時はオンラインの会談はありましたが。また、日本は今年の春からですね、中国に対して確実にですね、半導体の制裁を行います。まずは、国内の法律ですね、あの、作っていくんですよ。日本の技術、当設備ですね、中国にはもう提供しませんとなってきます。これはですね、 韓国のサムソンのことを思い出しました、まあ。韓国はですね、いくら日本に対して強い質問を出しましたが、でも日本はですね、少しだけですね、半導体産業でですね、韓国にちょっとだけでですね、制裁しました。ものすごいですね、サムソンは悲鳴をあげました。これはですね、中国はもうこれからが大変ですね。 また、米軍はですね、日本の九州で遠距離打撃ミサイルを配置するという情報がありますが、東シナ海の安全を守るためですよと。これはですね、アメリカ側がそういうお金ですね、負担するでしょうかと聞いてはおります。しかし、これはどうですかねまだわかりませんが。また、米軍ですね、とフィリピン、4月24日から27日ですね、 お互いそういう軍事演習をする予定ではありますが、ルソン市との周辺で行います。旅国は1万6000に参加します。実弾の演習もします。そして新しい武器も使用されます。日本はですね、現在フィリピン側と円滑協定について調整中ですね。円滑協定はですね、イギリスとオーストラリアですね。日本はもう円滑協定終わりましたので、お互いはですね、 部隊、あるいは自衛隊さんですね。行ったり来たりはできますので。今後ですね、自衛隊さんはフィリピンにある基地ですね、使用できます。またもしですね、4月までにそういうサインとかできればですね、4月のアメリカとフィリピンの軍事演習にも日本側はもう参加しますよという予定ではありますが、そしてアメリカ、日本、フィリピンですね、バチ海峡に駐在するとですね、 中国の領ネという空母ですね、外に出ることができなくなってしまうというふうに思います。次です。4。アメリカの司法ですね、2月3日、ロシアの大富豪マロフェイエフさんですね、の資産540万アメリカドルを募集しましたが、それをウクライナに支援しますと、まあ、許容しますよと。まあ、彼はですね、この大富豪は クリミア地域での分裂活動という組織ですね、に対して資金の提供をしていました。当時はですね、2022年の4月ですが、アメリカから制裁を受けました。でも、そういう偽造とかしましたので、最後ですね、裁判を起こして、あの、罰金ですね、罰金と言いますが、資産を募集しました。これに関してですね、中国のメディアはものすごい批判しました。 アメリカはですね、合同ですよと言います。他人の資産を募集するなんて考えられませんというのがありますね。これはですね、中国政府にすればものすごい怖いんですよ。どうしたかと言いますと、中国はですね、たくさんの官僚は外国に資産を持っているんですよ。当然ですね。そしてもし台湾侵攻したらですね、まあ台湾海峡で戦いしたらですね、きっと制裁を受けてしまうんですよ。自分の資産もですね、 なでですす。よという意味です次です。5。ブリンケン国務長官ですね。韓国のパクさん、国務長官とあの外務長官と会談をしました。ブリンケンは言いましたけれども、どんな武器でも使いますので、核兵器も使いますので、韓国の安全を守りますよと発言しました。そしてブリンケンさんは発言しました。 これから米国、日本と韓国ですね、共同行動を強化するよと発表しました。これはですね、韓国側はものすごい外交活動をしていてですね、どうしてもアメリカからそういう約束をしてほしいんですよ。核兵器を使っても自分の安全を守ってくれるんですよという約束ですね。やはり韓国の国民のそういう声ですね、ありますので。次です。6。中国の企業ですね。 ロシアに対して軍事物資ではありませんが、部品とか設備を提供していますよと、アメリカのですね、先端国防研究センターですね、C4ADS という機構ですね、発表しました。例えば戦闘機の部品とか、ナビとか、アンテナとか、レーダーとか、そして d j i のドローンですね、そういったものを提供していますよと。しかしですが、中国側は認めません。説明としては、 あれはですね、軍、民、両用用のものであって、軍人用ではありません。民間用ですよと。民間用でも使われていますので。なので、そんなことはありませんよと、中国側は説明をしています。次です。7。中国ですね、海外旅行を推進しているんですよ。主に東南アジア、東エジプトとかニュージーランドですね。各観光会社、旅行会社ですね、そういう観光ツアーはいっぱいあってですね、ほぼ全員満員ですね。 そして参加した方はですね、主にお年寄りであって、中国の元公務員が多いんですよ。次です。8。2月5日、中国政府は1月の27日から2月2日まで自分のコロナの状況を公開しました。中国全国ですね、病院における新型コロナウイルス関連死者は3278人ですよと発表しました。 そして先週より約3000人減ったんですよと。中国の統計ですが、病院で亡くなった方ですね、だけを統計してるんですよ。それでもですね、この数字は嘘です。家とかで亡くなった方はですね、統計に入れませんので、そして、まあコロナの死亡率ですね、それは国によって違いますが、中国はですね、きっと他の国より高いはずなんですよ。死亡率はですね。 でも中国政府はですね、80%の人口は感染済みですと、約11億人ですよと。もしですね、本当に11億人が感染しましたらですね、死亡率の規模を見てですね、かなり多いはずなんですよ、死亡者ですね。でも中国政府は発表しないんですよ。中国政府にすればですね、海外旅行を推進したいんですが、まあ、自分でですね、やはり中国はもう大丈夫ですよと、外国に発表してほしいんですよ。 次です。こちらはですね、私が送ってきた動画でもありますが、これはですね、韓国から飛んでくる中国の大ンですね、まで飛ぶ飛行機でもありますので、飛行機でですね、韓国人に対して、白いですね、ナフタというものがですね、白いものを渡されます。あなたは韓国人ですよね、という意味で、首にぶら下げてもらいます。あの、これはですね、対抗措置なんですよ。ものすごいですね。 あの、みんなですね、普通の中国人はですね、これを見て恥ずかしいんですよ。そして、情けないというふうに思います。これはですね、明らかな差別的な行為なんですね。中国政府はですね、対抗措置を取ると言ってですね、韓国側はですね、中国地域から飛んでくる飛行機の受複に対して、あの、首からですね、黄色だったと思いますが、黄色いものですね、ぶら下げてもらって、 pc r 検査必須ですよと、という意味ですね。受けてもらいます。これは、看護師にしてもですね。あの、外国人にしても同じなんですよ。中国人にしても同じです。中国地域から飛んでくる飛行機に対してですね。しかし、中国は逆です。あの、韓国人に対してつけてもらうんですよ。pc r 検査は必須ですよと。これは対抗措置で言えるでしょうかと。なので、普通の中国人はですね、これを見て、 あの、恥ずかしいと言いますが、情けないというのがありますね。これが中国政府ですね。今、韓国に対しての態度です。韓国はですね、そういう低い姿勢で対抗せずに、あの、低い姿勢で説明ばかりするから、このことを押されているというふうに思いますが、中国政府はですね、強いものには弱いんですよ。弱いものには強いんですよ。これが中国政府の、えーまあ、行動ですね。 まだ中国の政府について話をしたと思いますが、この動画はここまで,でしたと思います。最後、犬のボタンをお願いいたします。ありがとうございました。